誘致からわずか1年、鹿児島県の離島で大規模な日米共同訓練を実施。日米で4万5000人規模。ガジャ島、南シナ海及び東シナ海、そして台湾問題など地域の緊張が極度に高まっていることへの対応か。MBC 南日本放送の記事から。鹿児島県十島村の無人島ガジャ島で自衛隊とアメリカ軍が離島の奪還を想定した共同訓練を行うことが分かりました。これは自衛隊統合幕僚幹部が25日に発表したものです。ガジャ島での訓練は10月26日から11月5日にかけて日本周辺の海域や空域などで実施される日米共同演習キーインソード21の一環で行われます。演習全体で自衛隊からおよそ3万7千人艦艇20隻航空機170機が、アメリカからは太平洋軍や在日米軍などおよそ9千人が参加します。このうちガジャ島では当初の奪還を想定した訓練が行われ、自衛隊の水陸機動団と護衛艦ヒューガなどおよそ1500人とアメリカ軍の海兵隊およそ200人やオスプレイが参加します。種子島でも自衛隊の訓練が行われるということです。日米共同訓練は2018年に種子島、2019年に奄美大島、今年1月に湧水町とえびの市にまたがる霧島演習場で行われていて、この3年間で県内で4回目となります。今回の共同演習は日米の相互運用を高めることなどが目的で、水陸両用作戦やサイバー攻撃の対処などのほか、宇宙の状況を監視する訓練を初めて行うということです。以上が記事の内容。ここからは試験になる。ガジャ島という聞き慣れない島名だが、実はこの島、去年の9月に鹿児島県十島村の村長が自衛隊を誘致する方針を表明したことから始まっている。南西方面での中国の離島侵攻の脅威を睨み、陸海空3自衛隊が実戦に即して訓練できる場所は欠かせず、地元が自衛隊誘致の方針を固めたことで訓練場整備が決まったようだ。鹿児島県での日米共同訓練は2018年の種子島、2019年に奄美大島、そして今年1月に湧水町とえびの市にまたがる霧島演習場で行われ、この3年間で県内で4回目となる。同じ南西方面でも鹿児島と沖縄でこれだけ地元民の対応の違いがあることが実に嘆かわしいことである。最近の米軍は全領域をまたぐ演習を頻繁に行っており、日米でも同様の演習を行うようだ。誘致からわずか1年で自衛隊員3万7000人、米軍から9000人という大規模な訓練を実施するということは、それだけ地域の緊張が高まっていると言えるのではないだろうか。今回米軍が9000人参加ということは、佐世保から強襲揚陸艦率いる遠征打撃軍が参加する可能性が高い。日米連携はもちろん、陸海空3自衛隊の統合運用とサイバー空間や宇宙空間に関わる訓練も行われるようだ。定期的に行う恒例の訓練ではなく、このような新たな大規模な訓練を急遽行うことは、尖閣を含む南シナ海、台湾の問題など地域の緊張が
極度に高まっていることの裏付けではないかと思えてくる。しばらくの間、中国軍の動きを注視しておく必要があるようだ。何度でも言うが、国民は日本だけが戦争を放棄したとしても、相手にとってそれは何の意味も持たないということに気づくべきだ。たとえ差し違えてでも反撃するための軍事力を持つことは、主権国家としての当然の権利というもの。こちらから侵略することはなくても、降りかかる火の粉は払わねばならない。そのために日本は強くあらねばならないのだ。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画で感じたことなど、どしどしコメントいただけると嬉しく思います。またグッドやバッドの評価もお願いします。チャンネル登録とベルマークのクリックで新しい動画の投稿時に通知されますので、合わせてよろしくお願いいたします。